5月の確か27日のこの法務委員会で、ご指摘をさせていただきました、食べ物や水がないことによりですね、衰弱して死亡する餓死または衰弱死というものについての質問でございます。これについては当時厚生労働副大臣がここにいらっしゃいまして、こういったものがありますかというふうに お伺いしたら、今そのことは把握しておりませんというお答えでしたけれども、後からですね、厚生労働省の役人の方が私の事務所にいらっしゃって、そういう事実はありませんというお答えでした。ただ私はそのご指摘を、ご質問をさせていただいたのはですね、自分の、地元である福島県の南相馬市内、市内の病院です。市内の病院の病院長です。がですね、直接ですね、震災直後からずっと警察の嘱託で死体検案をしておりまして、その病院長さんが自分でですね、私と直接会って話したときに、自分は10名以上の餓死者、まあ餓死と衰弱死と、どっちかって言ったら後から運ばれてきて、それは医師でもはっきりわからないけど、どう考えても食料と水がなくて亡くなったという方が10名以上いましたと。大変もガリガリに痩せてですね、そういう方について自分はこの死体検案書にですね、衰弱死であるとか、それから、まあ、最後には水分が非常にこうなくなると心筋梗塞になるようなんですが、心筋梗塞と直接死因に書いても備考欄のところに大変衰弱していると、生前の体重から激減しているということを書いたりですね、そういうことをしましたというふうに私は聞いたものですから質問したんですけれども、厚生労働省は把握してなかったということなんですね。でところがですね、ここに、2つの書面がございます。一つはですね、南相馬市からですね、私がいただいた震災直後のですね、衰弱死の方の一覧表です。衰弱死、または全身衰弱、または備考欄に衰弱という、記載がある方が8名、南相馬市だけで8名、いらっしゃいます。ところが、二つの書面のうち、もう一つの書面はですね、私がですね、厚労省がないというもんですから、質問収書を出したんです。内閣総理大臣、菅直人というふうに、答弁書をいただきましたけれども、今朝いただきました、6月7日付の私の書面による質問収書に対する内閣の回答は、平成23年3月11日から同年4月11日までの間に死体検分を行ったご遺体のうち、お尋ねの餓死、衰弱死はないと書いてあります。なぜこんなことが起きるのか、私も、おかしいなと思って、いろいろと調べました。まあ、同じ、法務委員会の委員でいらっしゃる民主党の有田先生も、ツイッターでいろいろとこう調べてくださったことを書き込んでいただきましたけれども、警察庁、厚労省に問い合わせてもないという返事であったということが書かれてあります。私が問い合わせをしても、警察庁も厚労省もないと言ったんです。国会議員が正面から省庁に聞くと、真実が明らかにされないというのは、まあ、霞が関の病理とも思われますけれども、私も弁護士でありますので、まあ、在野経験が長いわけですから、視点を変えてですね、この医師が死体検案を行った後、その検案書がどこに行くのかということで、それを追跡してみました。ここに死体検案書の、実際に使われている用紙がございますけれども、医師が死体検案をして、この書面に死因を書いた後、どこに行くのか。市町村の役場に行くということなんです。そうしましたら、5月26日の質問の翌日、5月27日に南相馬市が電話してきて、南相馬市にはそのような衰弱死ありませんと、わかりませんと、そういう事実を把握しておりませんというご回答でした。よく聞いてみましたら、市役所は死亡したかどうかだけを戸籍に書いて、原因などはよく見ません。それは法務局に送るんですということです。大臣、この死体検案書が、
法務局に送られるということをご存知だったでしょうか。江田法務大臣。私もあの初めからそういう書類の流れというものを全部知っているわけではございません。しかし、これは森委員、委員会の委員ですよね。現場でいろいろ見聞きしておられることに基づいたご質問なので、おそらくそのご質問には、十分な根拠もおありなんだろうと思います。そういうことを踏まえて、聞いてみたんですが、死亡届には、まあ一般的には死体検案書というものがついて、これは医師が検案をして、まあ一枚の紙になって二つの書類があると。それが市区町村に提出をされます。そうすると今度はそれが一体となったままで、その亡くなった方の本籍地の市区町村に送られます。そこで本籍地にある、まあ、戸籍簿に、この死体の死亡の事実と届け出の人やなんかでしょうかね、記載をされます。で、それがある程度経ってから、およそ1ヶ月ぐらいかと思いますが、その戸籍のある市区町村を所管している法務局の、これが地方法務局の本庁であったり、あるいは市町所であったり、市局であったりというところへ、届けられるということになって、その段階で法務省としてはこれを、まあ、受け取るということになりまして、その時には、死体検案書もくっついた紙が届くということになるんだということを、勉強しました。森政君。私もですね、この死体検案書が市町村の役場から1ヶ月後には法務局に行くということを分かりましてですね、それではということで27日、翌日の、これ決算委員会ありましたので、決算委員会の後、自民党の幹事長室にですね、法務省に来ていただきまして、法務局にあるんじゃないかと。3月11日ものは1ヶ月後で、4月になったらもう法務局に行ってるんじゃないのということで、問い詰めておりました。そうしましたらですね、その最中に南相馬市からまた電話がかかってきまして、南相馬市にありますというお答えがいただいたわけなんです。実は南相馬市にあったんですね。1ヶ月経っても法務局に送らなかった。法務省さんも、いや本当は1ヶ月後に来るはずなんですがないみたいなんですということ。私は問い合わせをしている方はどこに聞いてもないないない、書いた本人は書いてる書いてる、おかしいなと思って、何か隠蔽されてるような、そういう意識になって一生懸命聞いてたわけです。そしたら法務省さんが法務局にないと言ってることは正しかった。南相馬市に本当はあった。実際に南相馬市にあって、それじゃあ私は南相馬市に、まあ昨日はないと言ったんだけどあるって言うんだしたら、その中に3月11日から現在までのガスとか衰弱死とか衰弱とか書いてあるものを一体何人いるのか教えてくださいよ、言ったら、いやと言っているから教えられないようなことを言ってますから、じゃあ分かりましたと、市長宛てにですね、私が文書でですねお問い合わせしますと言って文書で問い合わせ文を送りまして、そして帰ってきたものがこれでございます。南相馬市だけで8名の方が衰弱死または衰弱ということで、その南相馬市内の病院長さんがですねご自分で死体検案書に書いたものなんですね。で、この、内容をですね、見ますと本当に、残念な内容でありますし、同時にですね、自殺の数も調べていただきましたら、短い期間で自殺もですね、南相馬市で5名、ございました。この時期にですね、南相馬市に応援に来てくださった監察医の方々、4月2日から10日に入られた方は、そのような事実はないとおっしゃってたようなんですけれども、この亡くなった方はですね、すべて3月なんですね。3月11日に震災があって、
それから食べ物がなくなって、何も食べ物も水もないと、1週間や2週間ぐらいで非常に衰弱するということでございます。実際にですね、3月26日に餓死寸前の方が発見をされております。3月26日の、29日の地元の新聞に載っておりますけれども、警察が大変忙しかったので、地元に残っていた市民がですね、パトロール隊を結成して見回っていたところ、避難してきた車の中で3月17日から飲まず食わずでいたという方が3月26日に、男性の51歳の方でございますが、衰弱状態で発見されました。このパトロール隊の隊長にですね、私も話を聞きましたけれども、何人もそういった衰弱状態の方々を自分たちは救助していますと。ただもう亡くなった方というのは医師とか警察の方に行くので、私たちは亡くなった方もいるだろうとは思っていますが、本当に衰弱状態で餓死寸前のような方をたくさん3月には助けましたということなんですね。私も3月、これは何回も南相馬に入りました。当時はですね、テレビ局もマスコミも一切南相馬市の中にいなかったんです。で、私は2トントラックで水と食料を積んでですね、夫が運転して、運んで行ったわけですけれども、その時に、助手席で私はビデオカメラでその当時の状況を映してきて、どこのテレビ局も原発地域の中の映像っていうのは当時、テレビで映しておりませんでしたので、私の撮ってきた映像をテレビ局に、お貸しして、テレビ局から放送してもらったんですが、その映像を見ても、ですね、その当時、店ももう全く開いてません。人も全然外歩いてません。そういう中で、食料、水が大変切れて、避難所以外のご自宅にいる方はですね、食料と水を手に入れる手段が全くなく、ガソリンもなかったので、車でどこかに、取りに行くとか、車で避難をするということもできなかったということを申し上げておきます。南相馬市は屋内退避という、政府の指示でそういう地域でおりましたが、屋内で退避せよと言われても屋内で生活ができないんですと、そういう悲鳴がたくさん送られてきました。この死体検案書を書いた病院長さんはですね、その当時ですね、津波で亡くなった方も地震で亡くなった方もいらっしゃいますけれども、その中で食料や水がなくて亡くなっていったという、そういう命があるということを自分は伝えたいと。それは森さん、国会議員じゃないと、国会でないと明らかにできないと思うので頼みますというふうに私は言われました。このことが明らかになった以上ですね、私たちはその亡くなった方たちのやはり命を無駄にしないようにですね、二度とこのような悲劇が起こらないようにしていく責任があると思うんです。